リアルスタイルフィットネスクラブトレーナーの八島です。よろしくお願いします。今からお尻のトレーニング、最近流行りの美尻トレーニングをやっていきたいと思います。で、今日はこちらのスミスマシンを使って、ヒップスクワットっていうものをやっていきたいと思います。で、スクワットを担いでやるもののお尻バージョンっていった感じなんですけれども、膝立ちの状態になっていただきます。で、このままバーの真下に潜り込んでいただいて、あとはいつものスクワットと同じ要領でバーを担ぎます。で、体がまっすぐになっている状態のところからお腹にしっかり力を入れて、お尻を後ろに引いていきます。で、完全に座りきる前に立ち上がる、こんな感じになります。で、しゃがむときにお腹の力が抜けてしまうと、腰がクイッと反ってしまって腰を痛めやすくなってしまうので、腹筋にはずっと力を入れたまま、で、お尻だけ後ろにこう引いていく、で、お尻がつく前にグッと戻ってくるっていうようなイメージになります。では早速やってみたいと思います。こういう感じになります。で、今はこのスミスマシーンっていうバーを担いでやったんですが、お家でされる場合は手を胸の前にしてこれでも OK です。ポイントとしてはお尻をしっかり伸ばしていくこと、そこからキュッとお尻を締めるようにして戻していくことの繰り返しになります。で、だいたい15回から20回程度を間休憩を挟んで3セットとかやっていただけると効果的かなと思いますので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。